はい、えー、テンションシャーです。えー、今日はですね、あの、練習の、ま、こう、雰囲気ですね、えー、それについてちょっとお話したいんですけど、あの、うちあのどっちかとはね、あの、こう、ニコニコしながらやってる方であんま厳しくないのね。 で、人によってはなんかもう、あの、うちの、えっ、ー、と、YouTube とかブログとなんか鬼のようなコーチがやってるような、なんかそんなイメージがあるんだけど、私基本的に、あの、よくあの、軍隊のようなね、こう、なんていうかね、あの、練習とか嫌いで、で、逆にそれで、あの、なんですかね、あの、実際運動学習っていうか、競技が上がるかってのはね、あの、そういうわけではないんですよね。で、それについてお話ししてしたいと思うんですよね。 えー、ちなみに私のことについて、ね、お話しさせてくださいで。私はあの、えー、テニスの技術解説をテニス雑誌で行ったりとか、それからあの、えー、世界の、ね、いろんな国の、ね、テニスの特徴とかそういうのをテニスの雑誌ですね、テニスジャーナルさんで、ねまあ、レポートとかを過去にやってましてで、テニススクールも過去に運営してて経営してまして、で、あの まあ、全日本チャンピオンをね、とか、あの、まあ、過去付近のチャンピオンをたくさんね、こう、えー、育成してきました。で、優秀な選手をね、海外留学、そういうふうなこ、この、あの、授業もやったんで、その中でのね、こう、経験とか失敗とか、そういうのをね、お伝えしたいと思いますね。えー、その中でですね、まあ、ちょっと私も本音でね、もう全部こう、もう話そうという趣味にしてるんで、 まあちょっと非常に厳しいものとか厳しいサムネイルでガツッということがあるんですけどまあそれはちょっとご了承いただきたいなと思うんですよねやっぱりこう分かってほしいっていうのがあるんですねであのー、やっぱりこう巷またではこうなんか厳しいのがね あのー、なんかいいみたいなね。で、厳しいからこそ、だから強くなるんだ。とこういうふうな、あのーお、お考えがあるんですよね。まあ、間違いじゃないですよ。で、あの、厳しいところもいるんですよ。逆に言えばね。だから、それが悪いわけじゃないですね。ただ、その子、その子によってあったところってあるじゃない厳しいのがあった子もいるし、それが必要な子もいる。 で、逆に言えば厳しいと逆にダメな子もいるって、まあ、いろいろあるんですよね。で、まあうちのカラーってどんなのかっていうと、まあうちなんかも、あの、まあ昔の,あの普通のレッスンをやった時だっても,もうみんなで笑いながらうわーとかやってるわけですね。もうギヤーとかやってね。で、あの、まずこう運動学習的に言えば、その脳っていうのは、その、なんですかね、緊張感とかそういうふうなものがあると学習しにくいんですよ。なん、まず大事なことは、その、 あの、興味を持つっていうね。あのー、そういうふうなものがすごく大事なんですよ。で、テニスってみんなこう、好きで始めているわけじゃないやっぱやりたいって、強くなりたいっていう気持ちがあって。で、それなのになんでこの、なんか鬼のように怒ってやらなきゃいけないのっていうかね。なか昔なんか、もう、あの、どのスポーツやる人もっての、私らのこう、テニス部、学校のスポーツの時なんか、どの、あの、なんか、あの、 えっと、スポーツの部にもね、市内を置いてあるのね。あの、市内ってあの、剣道をつく、あの、やあの、刀ですよね。なんか、私、柔道部だったんだけど、柔道部内まで市内あるんだよ。で、ね、これ、どういう方、あの、あの、師範がね、なんかこう、できないやつがいたら、 バシーと叩くのね。なんかね。で、あの、なんか今はないんだろうけど、バスケットボールでも市内があってね、バシーとか叩くんだよね。昔は体罰が当たり前だったしね。もう、まあ、もう慣れっこだから、別にみんななんとも思わなかったけど、もう市内でバシーみたいなね。なんかこう、で、あの、指導者がうんと立ってるからっ、ガーッと睨んでんだよね、こう。 ねえ、もう、なんてかな、今でもたまにこう野球の試合なんか見てると、あの、ずっと怒ってんだよね、なんか監督で。うまいなおわーとかずっと怒ってんだよね。みんな、はい、はい、言うてやってるけど、<laughs> あの、怒れ、怒らなきゃできないのっていうのはね、まあまあ、グループレス、あのグループであんだけ人数多いからやってるか、逃走するのがそれだけ難しいから仕方ないんだと思うけどね。 だから競技青年によってはまあ仕方ない部分もあるのかなとかって思うんで私は野球のことがよくわかんないからね。でも、なんていうんですかね、あのまず興味を持ってで取り組むんで、やっぱり学習してるとき楽しいもんね。だから、あの私はもうその、なんていうのかな、うちの路線としてはね、路線としてはもう楽しくやるね。ね レッスンの中ではもう,こうできたからもう本当にこうなんかこう,もうニコニコしてこうしてーってやってるっていうかねあのそういうのをこうやっていきたいなっていうカラーにしてますねなのであの何て言うかね軍隊のようなああいう風なものではないですよねでまあ私らあのねあのコーチあの研修の時に教えてもらったのが、まあ、リチャード・ショーン・ボーン博士ってねあのまあテニスの技術とかそういうのをすごい研究されてる方 が、まあ、来て、えっ、ー、と、私たちがコーチを教えてくれてたんですけど、いや、あの、言われましたもんね、なんかね、あの、あの、日本と韓国は軍隊のようだと言われてね、確かに韓国もそうなんだろうなと、と、まあ、そうだったかな、なんかちょっと厳しそうだったなという感じはしましたけどね。結構似てるんですよ、なんかね、あの、この部活の感覚がね。 でも、あの、私はアメリカでそういうのが言ったけど、その軍隊みたいじゃないもんね。まあな、一部ヨーロッパの方でも話聞くと、軍隊みたいなとかあったよとかでも話も聞くけど、あの、 それで、なん、なんていうのかな、あの、統率した、したところで、結局、その、なんていうのかな、まず、ある、あの、競合校なんかも見てもね、まあ、競合校なんだけど、あの、監督いないとみんな上とかで遊んでんだよね、思ったもんね、競合校でもやっぱり、あの、先生見てないと遊んでんのか、とかの思ったんだけど、あの、結局、なんていうのかな、先生見るときはピシッとしてね、いなかったら上ってやってるの多同じじゃん、とかと思ったのね。 だから、もう結局、もうスノーマンにあるのがやっぱり一番だろうな、というね。まあ、そんな方針なんですよね。で、中にはもう遊んでふざけるのもいますよ。だから、遊んでふざけるやつに関しては、まあ、一言二言注意しますけど、でもそれがその子の本性だから、あの、もう、うん、ダメな子はダメなんだよね。でもそれ気づくしかないじゃないって言ったら、だからもう、まあ、私はもうそれに関してはもう気づくの待つしかないと思ってるから、ただもう本人次第でしょ。極端に言えばね。 中には,もうそれは簡単ですよ。叱って統率して、ビシッとさせた。確かに一見ビシッとはしますよ。でも、やっぱりなんていうのかな、あの、こう見てると、やっぱり自由に発言もできないようなところで自由に発想とかできるのかなってなってくると、やっぱりそこであの閉じ込めてしまう子もできるだろうなっていうふうにこう思ったのね。 だから、まあ、あの、常にこう自由に、まあね、ある子も言ったけどね、なんかこうしてすごいフレンドリーだよね、とか言われててね。あの、まあでも親からすればちょっともっと厳しくしてほしいな、とかあるかもわかんないの。でも私はあえてやらないっていうのは、まあ逆にそれが、だからこそ本性が見えてるじゃないこうね。だからこそ、あの、なんこう対応の仕方をここにやっていけばいいわけでっていうね。でもさっきも言ったように、 あの、それでダメな子はもう多分ダメなんだろうなって。その子がこのその子の本性かもわかんないし、本性だろうし。でそれはもう、どこで気づかっていうことだから、逆にわかりやすい。最初からもビシッとしてもガツーってやっちゃうと、わかんないもんね、極端に言うとはね。まあでも、中にはその、なんていうかね、軍隊みたいなところもあるから、で、そういうか、そういうのがやっぱりね、あの、からすごく学べるものもあるからね、それが必要だっていう人も多分いるから、 あの、そっちの方のうちは考えですっていう方はもうそっちの方行けばいいと思うのね。で、うちなんかもこう万人に合わせようっていうことでできないじゃない極端に言えば。だから料理屋さんで言えば、例えばうちが中華料理で、で、あの、別のところがね、まあ、フレンチだったらね、なんかこう、うちに来てね、あの、ちょっと、なんか、あの、ラーメンのフレンチ味食べたいねとかってこう言われてね、で、中途販売そんなもん作ってたら、もう なんだいう他の人がなんかね、中華食べたいときてるのに、思ってんのに、なんかこう、中華なのかフレンチなのか、なんかよくわかんない料理が出てきたっていうなってことは、ぐちゃぐちゃになるじゃない、うん、だから、ごめんなさいって、うちちょっとフレンチ味とかよくわかんないんで、ってうちはもう中華なんで中華だけなんですって言ったら、ね、まあ、あ、あそうなんだ、じゃあもうフレンチのお店行くねって言って、こうい、いっちゃいっちわれるかもしれないけど、でも、 あの本当に中華食べたいと思ってる子はもうすごいこうねあのまとまってあの中華が食べてもらえるのと同じだと思うのねでまあ,あのそのうちに来て例えばフレンチ味を出したとしてもあの中途半端なフレンチでしょ極端に言えばだったら本場のフレンチの方が美味しいのに決まってんじゃないのだからまあそういう場合は「すいません」って本場のフレンチの方に行ってもらった方が美味しいと思いますよって。 いううののがあのサービスだと思うのね極端にはねでまあそういう人は、まあ、あのフレンチの方行ってもらえばいいと思うしまあそれが、まあ、あの全部のお客さんのねに対する対応なんだろうなとかと思うのねなのであのうちに来てもらってそのなんかこう厳しく教えてもらいたいとかっていうふうなのを期待されるってもね多分そこは多分うちは多分ないと思うから。 まあでもね、まあの、全く今後なんか厳しくしないわけでもないよ。やっぱり中には本当にもうふざけるってね、もう雰囲気ぐちゃぐちゃにするんだったらガツンというとこもあるし。で、まあ、うち今月でね、うちも、あの、ナイターレッスンも終わりだから、まあみんなご、高校にご卒業するんでね。あの、で、まあ結構まあ、あの、まあ全員関西レベルでレベルは結構高いんだけど、まあ府県で優勝する子らが、まあ何人かいるんだけど、あの、 なんていうか、ね、やっぱりふざけん時もあるのね、こう、ウェーイとか言ってねだからこの間ももう,もう言ったんだよねもうもうあの今月で最後だよって言って話してね教えてあげるのも最後だからねって言って話してほんだらまあちょっとなんか真剣にやろうとかでしたけどまあ子供ってそんなもんなんだろうなってねでまあ なんていうか、軍隊みたいな感じでビシッビシッとしたところでってとは思うのね。まあまあ、あのー、うまくね、なんかこう、こうビシッとしながら、かつ、なんかこう、個性を伸ばしながらっていう風なね、えー、感じでやってる子も、あの、コーチもいるから、あのー、まあ素晴らしいコーチもいるんでね、まあ私もまあまだまだってまだまだなんだけど。でも、なんていうのかな、あのー、まあ、うちだうちのね、ちょっとまあ、 もう土日、ナイターとかではやらないんだけど、土日練習会とかでやってるけど、あの、基本的にまあ、うちの練習会ってやってるのも反復練習なんで、レッスンって言うんじゃないんだよね。だから、まあ、ある程度、やっぱりこう初心者は、まあ、プライベートとかなんかで個別で見て、で、ある程度、こう、打てる子が、まあ、各スクールでね、技術をちゃんとやってる子らたちが、あの、ちょっと反復練習でね、こういうテーマで一日練習したいんだっていう風なものを、まあ、戦術面も含めて、 反復練習して、その中で、まあゲームベースの中で、まあ、気づいていこうねっていうようなことなんで、あんまり私は弾出ししてなんか直すっていうことをやってるわけじゃないので、まあ、あのー、なんかこう本当に細かいところなんかちょっと修正したいんやってたら多分プライベートにしてもらった方がいいと思うけど。 そんな感じでやってるので、でもそこでもやっぱりその私のところは厳しくブシっッとバシッとはやりたくはないから、という楽しくわーってやりたい方なので、ね、なので、まあ来られる方は、そんな雰囲気でやってんだなっていうふうに思ってもらえばいいかなと思いますね。まあちょっとまあ雰囲気的なことは別として、あのよくね、あの私も言うんだけど、まず体づきが大事よっていうことで話はして、で、あの、まあちょっと簡単なね、その、プラーポジションとかそういうのは、あの、 保護あのどちらかでもね、保護者も一緒に勉強しましょうっていうふうなスタンスでやってるので、で、国際の人もみんな入ってくださいって言って、もう、テレスコートの中にね、生徒と保護者がね、<laughs> いっぱいいるんだいっぱいね。で、あの、いや、もう横で取ってもらっていいからって、こういう分取ってくださいとかね、こういう分取ってくださいねもうもう、もう文明の歴ですからねで、すぐ見るのが早いじゃないで、ポイントはこうこうこうだからって、この分を取ってもらってすぐ見てもらえますかとかっていうふうにや,やるのね。 なので、やっぱり、あの、たまにしか来れない人が多いから、やっぱり、まず、一番の、どういうかな、あの、協力者ってのは保護者だから。だって保護者に、今、あの、我が子は、どういう部分でつまずいてんだろうとかね、どういうことを知らなきゃいけないんだろうっていうこともまず理解してもらうっていうふうなスタンスでやってるから。なので、あの、例えば子供だけね、もう掘り、あの、まあ、掘り返しとかして、ポンと入って、で、あの、 まあ親がいない場合はあの動画ね撮れるようにしてもらってでまあ三脚だそうなたうちでも貸すから後ろでこう,こう置いといてねでコーチが言われたここ撮っといてねっていうところを撮りながら自分で確認するとかね <laughs> あのー、そんな感じでこうやってるから本当レッスンっていうふうな多分雰囲気じゃないと思うのね極端に言うとね何が問題で,で何をすればいいのだろうって何が武器なんだろうってこういう問題だから探していくっていうかね あのそんな感じだからよくあるなんかこう有名なアカデミーだと最初にすごいアップが長くてで,でそれからなんかトレーニングがあってそれからなんかあのレッスンがあってそれからダウンがあってっていう流れではないですよねだからアップとダウンに関してはちょっと申し訳ないけどもう各自やっといてねって言ってねそこにちょっと時間はねちょっと避けないんですよ。 あのー、で、あの、最初のトレーニングなんてね、やっぱりこの、いつも見てるんだったらずっとできるけど、あの、必要だけど、そうじゃないし、ここにそのトレーニングやっても筋肉痛になってもしょうがないからね。だから、もうそこはもうちょっと、あの、伝えたいのは問題を見つけたいとか、そういうところの反プレイして、そこでに集中したいから、あのー、ね、えっ、ー、と、アップダウンはちょっと自分でやってねっていうふうな感じは言ってるんだけど。 あの、まあ、その中になった方楽しくね、こう、ちょっとやっていって、ま、保護者も一緒に楽しくね、あの、いろんなもの掴んでもらえばいいかな、というふうな、まあ、雰囲気でやってるんですよね。でも、まあ、あの、正直、なんていうかね、ちょっと方向性とか考え方とか違う人に関しては、ちょっと、 あのはっきりね、パシッとこうあの区切りはつけといた方がいいかなって、大体、万人に合うわけじゃないからね、まあ、そこはちょっとご理解いただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。今日もね、あのえー、と木曜日、今日も木曜日撮影してるんだけど、あのまあ、平日なんだけど、学校休んで、ね、兵庫、で大阪の子校で東京の方からも来てくれてね、であの練習したんだけども、あの まあ結構今日の子はもう新規一緒にとやってくれたしで保護者も一緒に入ってこう撮影とかねそういうのもこう見ながら一緒にやってくれたし非常に良かったかなと。なんかそんな感じでねなんかこうあのー、保護者と一緒に なんか、こう、いろんなものを見つけてね、えー、やっていきたいなというふうな雰囲気で、こうやってるんで。まあ、ぜひともですね、あのー、そういう風に、あの、前向きにね、取り組んでいただきたいな、あの、いただける人がいないと、まあ、一回、まちょっと、東洋、あの、概要欄からでも、ちょっと連絡いただけたというふうに思いますね。え東、ー、洋さん、頑張ってください。